シュラマル。セリナさん、ちょっといいかしら。お母さん、こんにちは。どうかされました？あんたんとこの女のことよ、流星ちゃんの姉の。いや、娘とか姉とかじゃなくて名前で呼んでくださいよ。流星のことは名前で呼ぶのに、いつも本人の前でもそれとかおいとか女とか、さすがにひどいですって。そんなことはどうでもいいわ。私は嫁にも興味はないの。だからさっさと本題に入るわ。はあ、確かに私もお母さんのことは好きではないので、手短にお願いしたいですが、ツッコミどころが多すぎるんですよ。まったく生意気な嫁で。本題だけど、あの娘も来年卒業でしょ？ああ、そうですね。卒業した後のことはちゃんと考えているんでしょうね。そりゃまあ本人の希望を聞いて高校受験に備えてますけど、それがどうかされましたか？高校？何を考えているの？はい、私は進学の話をしたわけではないわ。どこに勤めさせるのか考えているかと聞いたの。はあ？進学ではなく働かせろと？中卒で？当たり前じゃない。ちなみにどうしてそういうお考えに？女というものはどうせ家を出て使い物にならなくなる存在よ。だから私は未だにあれのことを自分の孫だとは認めていないわ。家を継ぐ男の子にだけ力を入れればいいのよ。なんて前時代的な考え。なんですって？そもそもうちは継ぐようなものはないはずですし、だいたいお母さんもこの家に嫁に来た立場じゃないですか。それはそれよ。特大ブーメランですよ。自分が使えない女だと自己紹介しているんですか？ね、もうそれについての話はおしまいよ。私の話をしているわけではないのだから論点をすり替えないで。すり替えるっていうか、お母さんが自分のこと棚に上げまくってるのでなんだかなと思いまして。うるさいわね。もういいでしょ。あのね、とにかく女なんか高校行かせなくてもいいの。適当に就職させて家に金を入れるべきよ。結婚して家を出ていくまで女ができることなんてそんなものなの。使えるものは使うべきだわ。いい加減にしてください。大学は本人の希望に任せますが、高校は行かないとこのご時世雇ってくれるところなんかたかが知れています。娘なんかに金を使うのは間違ってるって言ってるの。あの、今何時代だと思ってます？令和ですよ。昭和初期じゃないんですけど。嫁夫人がくじ答えするな。残念だったわね。味方になってくれる息子が海外出張なんてさぞ心細いでしょう。だから早く心折れて私に従いなさい。何言ってるんですか。離れていても夫は味方ですよ。ってことで、私忙しいので失礼します。ちょっと。はじめまして、私はセリナと言います。中学生の娘と小学生の息子、そして海外に単身赴任している夫の4人家族です。価値観を大昔に置いてきてしまった姑の男尊女卑思考による嫁いびりの猛攻を毎日受けている私ですが、かわいそうなのは娘です。明らかに息子と違う態度を取られるので、今は特に多感な時期、心配です。夫にも相談していますが、遠方にいるということもあって姑は夫からの電話での叱責もほとんど聞く耳を持ちません。あの姑はとにかく孫息子にさえよく思われればいいという雰囲気です。もちろん私は姑の言うことなんか聞くつもりもありません。娘は好きな学校に行かせるつもりですが、私と息子の見ていないところで娘に圧をかけているようで、娘が日に日に思い詰めた表情になっていきます。姑は私の言うことにも当然聞く耳を持たないですが、どうにかしてあげられないものでしょうか。息子、流星との LINE。 お母さん。あれ、流星、塾は終わったの？うん、今終わったから帰るよ。そっかそっか、お疲れ様。それでどうしたの？なんかあった？迎え？うん、迎えはいいよ。そうじゃなくてさ。ん？どうした？言いづらいこと？俺、聞いちゃったんだ。え、何を？姉ちゃんの部屋の前を通った時に友達に電話で悩み相談してるのが。ああ、姉ちゃん泣きながら言ってたんだ。お母さんはかばってくれるけど、見てないところでばあちゃんに意地悪されるんだって。そう、聞いちゃったのね。大丈夫、お母さんが何とかするから。俺、許せない。流星、俺姉ちゃんが大好きだ。みんなに優しくて、そんでもって俺には特別優しくしてくれるんだ。流星、
なのに、いつも俺の前でニコニコしてたはずの姉ちゃんが本当は泣いてたなんて。俺、ばあちゃんに言ってくる。待って、流星、お母さんが何とかするから。ううん、多分俺が行った方がいいと思う。流星と敦子の LINE。 ばあちゃん、ちょっと話がある。まあ、流星ちゃん、何かしら欲しいものでもあるの？そんなんじゃないよ。どうせ俺にはくれても姉ちゃんには何もくれないんだろ。え？姉ちゃんのことはどうでもいいんだろ。俺知ってるんだ、ばあちゃんが姉ちゃんに何したか、何を言ったのか。え？何のことかしら。どんなことを聞いたの？とぼけないでよ、ばあちゃん。姉ちゃんは高校に行かずに働けって言ったんだよな。他にも意地悪したんだろ。まさかあの子を弟である流星ちゃんに言ったのね。まったく、これだから女は。違う。え？俺が部屋の前を通った時にたまたま聞こえたんだ。何でもかんでも姉ちゃんのせいにするな。ちょっと流星ちゃん、落ち着きましょう。うるさい。っていうか、ばあちゃんも女じゃん。だからそれは違う。何も違わない。ばあちゃんが姉ちゃんのこといらないって言うんだったら、俺もばあちゃんなんかいらない。待って、流星ちゃん、おばあちゃんはね、もうお嫁に来たから関係ないのよ。わけわかんないよ。姉ちゃんの好きなようにさせてくれないなら、俺だけをどんだけ甘やかしてもばあちゃんのことは好きになれない。意地悪ババアは嫌いだ。なんてこと。わかったわかったわ。もうお姉ちゃんのことに口出さないわ。だから嫌わないでちょうだい。ごめんなさい。流星ちゃんのこと大好きなの。ごめんね。謝る相手は俺じゃない。姉ちゃんに直接謝って。わかったわ、謝りに行くから。それならいい。でもばあちゃん、次はないよ。ごめんなさいね。7年後。セリナさん、あんた私に隠れて旅行とか考えてないでしょうね。旅行？朝早くに何ですか？特に今はそんな予定はないですけど。この嘘つき、これだから女は。はい？嘘？何言ってるんですか？何かと勘違いしてませんか？もうボケが始まりましたか？この調子に乗って。そりゃ調子にも乗りますよ。7年前、流星がガツンと言ってくれたおかげで娘への嫌がらせもなくなりましたし、あとは私だけが適当に相手しとけばいいんですもん。いい息子に育ちましたよね。あんたね。あの時はまさか家族をかばえるほどあの子が成長しているなんて夢にも思わなくて、私が守らなきゃって一心でしたが、もう守られるだけの子じゃなく自分で行動できる子になってたんですね。母親として嬉しい限りです。何？嫌味かしら。あんたは変わらず生意気な嫁ね。いえいえ、そんな褒められても。お母さんもクソシュータメっぷりが変わらずお元気そうで何よりです。口が悪いわね。もういいわ、問題だけど。おう、問題があったんですね。私を何だと思ってるのよ。さっき言いましたが、クソ。ああ、もう聞いた、私がバカだった。とにかくリビングに置きっぱなしにしてあった財布の中の新幹線のチケットもらっていったから。え？今日のチケットだからもう遅いわよ。大方、私に隠れて友達か何かと旅行に行く予定だったのでしょうけど、もう私が仲間を誘って駅のホームにいるから追いかけようとしても無駄よ。待ってください。それってまさか黒い財布の中に入ってたやつですか？そうだけど。まずいですって、それ私のじゃなくて流星のですよ。はあ、そんなわけないじゃない。だってこの新幹線の切符は大人用切符よ。は？当たり前でしょ。何言ってるのよ。流星ちゃんはもう高校生卒業とはいえ子供なのよ。いや、何言ってるのはこっちのセリフです。流星の卒業旅行のチケットでお友達と役割分担して、流星は新幹線のチケットを取って当日まで保管する係だったんですよ。流星ちゃんの名前を出せば私が言うことを聞くと思ってはったり言ってるのね。残念でした。私には聞かないわよ。じゃあね。お母さん。流星との LINE。 流星、さっき家を出たばかりのところ悪いんだけど、とんでもなく悪いニュースよ。母さん、実は俺もヤバいことが発覚して、財布の中に入れてたチケットがないんだ。実はお母さんもそのことで話があったの。
チケットのこと？そう、実はその おばあちゃんが間違って持ってっちゃったみたいなのよ。だからお母さんが代わりのチケット取るわ。ごめんね。え、ばあちゃん？そうなんだよ、そそかしいよね。なんだよ母さん、そういうことなら早く言えよ。いや、お母さんもさっき知ったんだよ。どうやって知ったわけ？どうせばあちゃんから LINE 来たんだろ。流星？俺がこの年になっても気づかないと思った。機会を伺ってたんだよ、俺が反撃できる材料ができるまで。え？母さん、今までちゃんとかばえなくてごめん。姉ちゃんの時に一緒に母さんのことも気づけなくてごめん。まさか流星、おばあちゃんとお母さんのこと全部知ってたの？うん、まあ俺ももう子供じゃないからさ。でもチケットのことはお願い。俺は一旦父さんに相談してからばあちゃんに連絡を取る。流星、お母さんは別に大丈夫なんだよ。チケットは取ってあげるから、あとはお母さんでなんとかできる。ばあちゃんは母さんが何言っても聞かないってことも知ってる。強がっても無駄だよ、俺がなんとかする。ちょ流星、何？どうしたの？お姉ちゃんの少女漫画でも読み漁った？我が息子ながらイケメン。強がってなさそうに見えてきたんだけど。だから大丈夫って言ってるじゃん。でももうばあちゃんに好き勝手させるのは嫌なんだよ流星。ああごめん、指定席全部埋まってるっぽい。自由席でもいい？緊張感ないな。それで OK だよ。こうなったら任せた。任された。アツコとの LINE。 新幹線からの車窓もいいわね。久しぶりの新幹線は快適だわ。お母さん、言っちゃいましたね。何よ。流星にチケットはお母さんが間違えて持って行ってしまったと説明しましたけど、なんとお母さんが今まで私にしていた嫁いびり全部バレてましたよ。ちなみにお母さんのせいで新幹線1本遅らせる羽目にもなってます。は？どういうこと？なんでチケットの話を流星ちゃんにするのよ。余計なこと言ったからバレたんじゃないの？何度も言いますけど、あれは流星の卒業旅行のチケットです。リビングにあったと言っても財布も流星のものだし、チケット複数枚あったでしょ。流星の友達のです。な、あれ本当だったの？私のこと信用しないからこうなるんですよ。どこまでもクズですね。なんとかごまかしなさいよ。無理ですよ、流星は昔から正義感が強く家族思いで、誰かを守るためならばどこまでも強くなれる子です。私も家族でしょ。笑わせないでくださいよ。あのですね、7年前も今日も止めても無駄でした。お母さんはもうあの日流星の中で家族ではなくなったんですよ。そんな。この家に嫁いで姑ガチャは大外れでしたが、娘と息子が立派に育ってくれてよかった。ある意味あなたみたいな反面教師がいたおかげですよ。こんなお母様をどこまでもバカにして何様のつもりよ。お母さんこそ何様ですか？義母だからと親だからと人をいびっていいと思ってるんですか？姑とはそういうものなの。そうあるべきなのよ。意味がわかりません。とにかく流星が夫に連絡すると言ってましたから、覚悟しておいた方がいいんじゃないですか？は？息子に？息子の叱責なんかいつも聞き流してきたわ。今日もいつも通りに適当に流せば済む話よ。本当にそうでしょうかね？何よ、何かあるっていうの？実は今まで私が夫に報告していた内容ですが、結構マイルドに伝えてたんですよ。あ？仮にも彼の親ですからね。でも今回流星はありのままを話すでしょうから、受注ハック叱責だけじゃ済まないでしょうね。流星にも嫌われるというよりも嫌われてると思いますよ。待って、待ちなさいよ。息子のあの怒り方、今までもかなり強い怒り方だったから、ありのまま話してると思ってたわ。あら、そうなんですか？今度はあれ以上だというの？あれがどれかは分かりませんが、そういうことじゃないですか。それに流星ちゃんに嫌われるって、流星ちゃんから LINE が。じゃ、流星にバトンタッチですよ、お、か、あ、さ、ん。いや、早いよ。流星とアツコの LINE。 ばあちゃん、もう話は母さんから聞いてるよな。
流星ちゃん、誤解なのよ。本当にチケットは間違えただけよ。お母さんが欲しいチケットも用意してくれたんでしょ。ならいいじゃない、これはなかったことに。なるわけないだろ。今まで機会を伺ってたけど、高校卒業にもなってばあちゃんがどんな人間で母さんにどんな態度取ってるか気づかないとでも思った。流星ちゃん、うるさい、黙れ。チケットの件も代わりを買ったからそれでおしまい。自分は悪くないって。それはたとえ本当に間違って持ってったとしても謝るくらいするだろ。そういうとこばあちゃんの最低な人柄がにじみ出てんだよ。ごめんなさい。今謝っても遅いだろ。指定席が埋まって自由席になった上に、席が埋まっていて現地まで立つ羽目になった。友達に事情を説明してチケットが取れる間に1本遅らせる羽目になった。スケジュールが崩れてんだよ。ごめんなさいで全て許されると思うなよ。そうだわ、弁償させてちょうだい。今度おばあちゃんが旅行に連れて行ってあげるから、それで許してちょうだいね。何がおかしいんだよ。何もおかしくねえよ。行くわけないだろ。二度と関わりたくもない、こんな性格の悪いクソババア。そんな、父さんに連絡して話し合ったんだけど、俺父さんのいる国に留学することにしたから。だから二度と会わないし会えない。父さんも母ちゃんと姉ちゃんを呼ぶか日本に留まるとしても、引っ越しをさせてお前とは縁を切らせるってさ。待って、そんなことされたら私一人じゃない。お願い流星ちゃん、お願いだから。お願いできる立場かよ。母さんの言うこと一つでも聞いたか。それは大嫌いだよ。さよなら。待って、寂しい余生を過ごせよな。待って、流星ちゃん、待って。その後、結局私は流星と夫から聞いた海外移住の話に乗りました。娘は大学を卒業して就職をしていましたが、手に職つけていて海外でもやっていけるので一緒に行くことに。大好きな孫息子も大嫌いな嫁と孫娘も、いい意味でも悪い意味でも構ってくれる相手がいなくなったため、私たちが日本を経った後急速にボケていってるのだと親戚筋の人に聞きました。今度施設に入れられるそうで、毎日上ごとのように流星の名前を呼んでいるのだとか。私たちはというと、海外生活にまだ慣れませんが、嫁いびりから解放され、子供たちはそれぞれの道を見つけ自立しました。私たち夫婦も年に数度会う生活から毎日一緒にいることができるようになり、これ以上ない幸せに包まれています。完璧なハッピーエンドですね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。